どうも皆さんこんばんは、ホッキーです。 Life is Strange Before the Storm 続きをプレイしていこうと思います。タイトル画面が炎ですね前回すれば燃えたんですよね。これタイトルに反映されるのか。やっていきましょう。エピソード2ちょっと遅れてしまってすいません。でもね、ちょっとどんだけコメント欄で書かれても僕の投稿する日は変わらないので、そこのところはよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。前回のライフイズストレンジでは、お、あらすじあるんだ。あのファイアウォークが工場でライブするなんて。言ったね。こいつに礼儀ってもんを教えてやるぞ。おい、そこのバカ。レイチェル、さっさと消えな。成績も下がるし、門限も破るし、どうしちゃったの？心配なのよ。仲良くする必要はない。ただ敬意は払え。デイビッド。おはよう、ブラックヘル。クロエ、どうにかして。ねえ、レイチェルもゲーマーなの？ねえ、これから遠足に出かけない？出かけたね。行かないでね、クロエ。私、いつか消えるかもしれない。いや、驚くよ。ついていくさ。しかし、よくやるよな。女とここにいた男の人を覚えてる。パパだったの。結構な山火事になってるよね、これ。あの女の人は私のママじゃなかった。さあ、どうなっていくんでしょうか。あ、もう手元だけでわかるわ、これ。校長先生だ。校長室か？呼び出された感じか。お、プライス君、遅刻だぞ。ごめんなさい、ダイナーでの仕事が長引いて。その、すみません。では始めよう。アンバー君は初めて聞くだろうが、プライス君は知っているな。ブラックウェルの校則は、教育と優れた人材を育成する最適な環境を築き上げるためにあり、破られた時は、昨日のことを思い出してみよう全然聞いてね。レイチェル・アンバーと一緒に学校をサボって、レイチェルが火事を起こした。その前に二人で街を出ようって約束しただよな。火事どうなったの、マジで。聞いているのか、クロエ。あ、はい。何？クロエ、以前君は私と約束をした。覚えているかね？あ、ランチ？あ、違ったか。トラブルを起こさないこと？トラブルを起こさない？トラブルは副産物でしかない。問題は君の態度だ。あ、こういうことね。心を入れ替え。模範的な生徒となることを約束した。したっけ。そして態度が改善されない、あるいはその意思が見られない場合は、君の本校における在籍を見直すと。にもかかわらず、君は昨日これだけの違反を犯した。反抗的な言葉遣い、ネイサン・プレスコットのいじめに関与したという証言もある。いや、それはしてない。いやいや、私は助けてやったんだ。うん、なるほど、物は言いようだ。いや、お前もな、ハゲ。いえ、娘がいじめをするなんてありえません。私よりドリューと話したら、実際にいじめをやってた本人とさ。ドリュー・ノースの件は別途慎重に対処する必要がある。つまりクロエはそうじゃないと。他の生徒の話をすることはできません。今はお宅のお嬢さんの話をしているんです。都合のいい。決めつけられた。校長、確かに印象は悪いけど。貴重な意見をどうも。話を続けたいのだが、いいかね。うわ、はい、ダメだ。さて、その数々の違反行為に関してだが、もういいだろう。もういい。
許可なく学校の敷地を出た瞬間、君と東郷との関係は終了した。それってどういうこと？つまり今回が決定打だったわけだ。私に残された選択肢は一つ。君は私のせいです。え？何？え？嘘？悪いのは私です。私がクロエを誘ったんです。嫌なことがあったから、うさばらししたくなって。クロエは私を止めました。私みたいになるなって。でも私どうしても。クロエは私がトラブルに巻き込まれないようにってついてきてくれたんです。私を守るために。巻き込んじゃってごめんね。クロエは悪くないのに。許してくれる？え？許すも何も。いや、てか許すも何も。そうやって私の味方になってくれるの本当に心強い。クロエ、本当なの？本当です。真っ赤な嘘だ、うん、マジで女優の才能あるわ。で、守ってくれてるね、レイチェルが。確かにそうだ。まあ、確かにそうだけど、別に誘拐されたわけじゃない。一緒にやったんだ。レイチェル、今の話が事実なら罰を与えなくてはならん。それでもいいんだね。はい。レイチェル、何か隠してないか？レイ。もう一度確認するが、クロエは君を脅したり。脅すだって？私はただなぜレイチェルのような。言いたいことはよくわかりました。つまりうちのことは違うと。はい。一部の生徒を悪いと決めつけて。もうちょっと見るか。こんな不当な扱い、学費の援助を受けてるからですか？少し落ち着いてください。この子がこの2年間どんな思いをしてきたか、恥を知っていただきたいわ。プライスさん。まだ何か？プライスさん、ご意見は尊重しますが、いいですか、お嬢さんの素行に問題があることは事実なんです。分かっています。当然クロエも態度を改めなくてはなりません。でも悪い影響を受けていたようですし、もう一度チャンスをくれませんか？お願いします。驚いたよ。いや、失望したと言うべきか。分かっています。初犯とはいえ事態は深刻だ。だがひとまず停学にはしないでおこう。あら。しかし君は信頼を裏切った。私のアシスタントからは外れてもらう。さらにテンペストの劇に出演することを禁じる。そんな、おかしいだろ。は？おかしいだろ。君の処分はこれから言い渡す。レイ、娘は劇をすごく楽しみにしていたんだ。少し多めに見てくれても。ここは検事局ではない。学校のやり方に口出ししないでいただきたい。マジで？こういった事態のために劇には代役が決められている。君の代役のビクトリア・チェイス。ビクトリア・チェイス君なら立派に務めるだろう。そんなのって。なんだね、クロエ。友達がかわいそうで少し取り乱してるみたいです。クロエの容疑は晴れたようですし。いえ、クロエにも相応の処分が必要です。その前に何か言いたいことはあるかね？何それ。もう、まあ、クロエ、そうだな。
そうだな。私のせいで劇に出られないなんてダメだ。この状況をひっくり返すには相当の覚悟が必要だな。バックトークでは相手の言葉をよく聞き、関連した言葉で言い返そう。寝言は寝て言えよ。クロエ、この優等生ちゃんがこんなことするわけないだろ。レイチェル自ら認めた。結構難しいね。自ら認めた。だからそれがデタラメなんだって。いきなり不良になるやつなんかいるかよ。言っとくけどそんな簡単じゃないんだぜ。レイチェルは嘘の白状をしたと。かまってちゃん、かまってちゃん、かまってちゃんなんだよ。やべ、いい子のレッテルが嫌になって話を作ってさ。もう諦めな、お姫様。かばおうとしないでいいの、本当に。本当は狼。指図すんなよ。あんたの取り巻きと違って私は一匹狼だ。赤ずきんちゃんは黙って食われてな、バーカ。クロエ、何言ってんの、謝りな。恥をかかせて申し訳ない。校長、学校から抜け出して騒然した。これで警備が甘いってバレちゃったし。ラストだ。なぜ今頃認める。本当だとしても過去の悪事は消えないがな。理由明らか。ぶっちゃけもう何もかもうんざりなんだよ。よし、これでやっとブラックヘルともお別れできるってわけ。もう結構。レイチェル、クラスメイトをかばおうとする気持ちはわかるが、嘘は認められない。わかるね。はい、先生。劇には予定通り参加していい。意地張りやがって。どうも。そしてクロエ、私は君を定額にしようと考えていた。秋には復学の機会を与えるつもりでな。で、今は？君は退学だ。マジか。え、そんな。ロッカーを片付けてもらおう。スキップが来るまで校長室の前で待っていなさい。以上だ。ごきげんよう、プライスさん、アンバーさん。では、クロエ行くよ。これでよかったんだよな。ごめんね。いいんだ。後で廃品置き場ね。ああ。そういえば自己紹介もまだでしたね。ジョイスです。プライスさん。ローズとジェームズです。こんな形でお会いするとは。ええ、残念です。本当、なんて言えばいいか。そろそろ行かなくては。失礼。ママ、早く済ませて駐車場に来な。クロエ、外まで遅れってさ。見送りはあんただけか、スキップ。スキップで見送ってくれ。本当は今日非番だったんだぞ。しょうがないだろう。文句は学校に行ってくれよな。正直、隠してある葉っぱ以外はどうでもいい。せっかく来たんだから回収しとこう。悪だな。ペンケース、サイン、なんか他のものも見ることできるね。宿題捨てる。何これ、なんかありそうだね。取る。猫。いや、犬か。猫だな。
ゃんとしまって。ペンケース、油性ペンの守護者よ。これまでよく使えてくれた。署名する？ああ、使ってたやつってことか。なるほど。科学の教科書。ためらいないね。落書きは迷くて。葉っぱは葉っぱ。え、ドーナツそのまま入ってたぞ今。ミスタードーナツガチ切り案件やぞ。捨てる。捨てる。よし、回収する。オッケー、よし。これ、え、なんだこれ。ジャスティンの野郎。ジャスティン、読む。クロエ、よう隠してたやつ借りたぜ。どうしても必要でさ、来週絶対返すからな、ジャスティン。おーい、何やってんだよ。こんなところ私の葉っぱ大嫌いだ。床から天井まで落書きしてやりたいけど、スキップがいるし。確かに。うん、出る前にトイレ。いいだろ。いいけど、早くしてくれよ。お、なんだ？落書きしちゃう。止まらねえぜ。いいね。落書きってそんなしたいものか。絵がうまいからかな。俺あんまり別にしたいと思わないけど。うめえです。才能あるよ、落書きの。ここあれだね、本編で、ライフイズストレンジ本編で最初のチョウがいるとこだね。暴れるね。インクよく持つな。エピソード2、素晴らしき新世界。若干中二病入ってますね。かっけー、映えるね。あ、もうすぐに。え？ってなってる。え？って。なるほど。結構つながってるところあるね。パパ、ママ。何乗せてんだ。荷台にこれ。ゴリラ。じゃあな、スキップ。スキップして帰れよ。デイビッドが来てる。うん。最悪。確かに。日記。レイチェル、包丁にやられたね。超最悪だった。あんたはクソヤバすぎ。そっちこそ。でもマジでいいんだ、昨日楽しかったから。うん、待て待て待て、あのなんかさ、話してたやついるじゃん。エリオットって会話してなかったっけ。話す。エリオット、
土曜の朝に学校にいるってことは何かあったな。さすがいいね。退学になった。はぁ、マジかよ。びっくりするよな。ああ、まあ今更って感じだよな。ハグしようか。ああ、うん。ああ、うん。最後だしな。キスはダメよ。ありがとう。レイチェルも呼ばれたのか。うん。どうせ向こうはお咎めなしだろ。まあな。でも、うん、かばおうとしてくれた。はあ、うん。で、何してんの。うん、チケットを早めに買いに来たんだけど、テンペストのさ、一緒に行けるかもって。え、ああ、そっか。なる。劇の後、なる。何かしようってメール見た？ごめん、無理。ごめん、エリオット。多分、レイチェルとどっか行く。ほら、劇の打ち上げとか、そういうやつ。ああ、そうか、そうだよな。ごめんな。そろそろ行かなきゃ。じゃないと、ママがヒゲ野郎をけしかけてくる。ママの彼氏のこと、まあ、気にすんな。じゃあな。ああ、またな。かわいそう。絶対好きだよね。よし。もう我慢できん。デイビッド、やめて。いるぞ、俺。聞いてるぞ。クロエ、お母さんと話したんだが。後でいいだろ。後でいいだろ。これ以上喧嘩は耐えらんない。では誰が耐えればいいんだ。お母さんか。話す必要なんかない。特に鬼軍曹とはね。もうほっとけよ。母親にそんな口を聞くんじゃない。私のママだ。言いたいことがあるならママから直接聞く。お前はどうせ一切聞く耳を持たないだろう。お前がいちいち噛みつかずにきちんと俺の話を聞いていれば少しは学べるものを。何よ、軍人になる方法。軍人なら家族と未来を何よりも大切にする。だがお前は学校を追い出されたろくでなしだ。クロエ、これで奨学金はなくなったんだよ。せっかくのチャンスを。ダイナーで働きたくはないだろ。友達を助けたかった。友達が困ってた。友達、レイチェルのことかい。ケンジの娘に助けはいらないだろ。助けが必要なのは私の方だよ。平和な家を取り戻させてくれ。とにかく今はみんなお互いに歩み寄ろうじゃないか。クロエ、俺も喧嘩はしたくない。お前のお母さんもお前も大事なんだ。もう一度最初からやり直さないか。そうだな。そうだな。リセットしよう。分かってくれたか。いいか、これからは俺がジョイスを支える。クロエ、お前がこれ以上道を踏み外さないようにな。ママ。クロエ、どうしたの。ポケットの中身を全部出しなさい。車の上に並べるんだ。なんでだよ。やり直す前にはっきりとさせる必要がある。やましいものがないならすぐに出せるはずだろう。ママ、あんたはすっ込んでろよ。ママがこんな。クロエ、ごめんよ。でもデイビッドが。ジョイス、私たちで
こうするしかないって決めたんだ。さあクロエ、グズグズするな。でもリセットをするためには仕方ないよな。分かったよ、出せばいいんだろ。ペン、なんかよくわかんないもの。ライター、鍵、タバコ。人のことを根拠もなく疑うなんてマジ最低だな。確かに持ってないからね。退学になったばかりなのに随分な態度だ。クロエ、ごめんよ、許してくれ。まあまあ許すけど。じゃあこいつと二度と口聞かないって約束して。クロエ、ジョイス、謝ってはダメだ。調子に乗らせるだけだぞ。デイビッドもいい加減にして。これからは全員態度を改めるのよ。全部やり直しましょう。新しい暮らしをこの三人で作っていくんだ。どういうこと。話し合った結果、ここにいる全員のために俺が一緒に住むことにしたんだ。マジかよ。ふざけんな。クロエ、いろいろありすぎてもう私一人じゃ無理なんだよ。俺がいればしっかりと家事を取ることができる。クロエ、あんたの気持ちを聞かせて。ママが頑張ってるのは分かってる。私がもっと辛くさせてることも。でもこれはあんまりだ。もうこうするしかないんだ、クロエ。ママが私よりデイビッドを選ぶなんて絶対ないと思ってたのに。どっちを選ぶとかじゃない。三人で一緒に家庭を築くんだ。あまり悲観するな。これでお前もやっと落ち着いた家庭で暮らすことができるんだ。私に家はない、こいつがいる限り。クロエ、放っておけ。頭を冷やしたら帰ってくるだろう。ツッコミ早かったね。おい、蹴った瞬間においやるな。なかなか。そしてどういう状況？寝てんのか？人生のどん底に落ちるとどっちが上かすら分かんなくなる。深いね。ここにも家にも居場所なんてない。残すところはこのゴミ山だけか。
俺このゴミ山好きだよ。でもライフイズストレンジって感じがして。何そのフェイント。あ、そっか、これ自分のお父さんの車。修理できるんだけど確か。これならなんとか直せるかもしれない。いいね、直したか。おっと、ママから彼なりに一番いいことをやってるだけ。あいつはクズだ。私は持ち物を調べるの反対だった。結局何も持っていなかったもん。しばらく一人にさせて。私は娘に帰ってきました。新しいバッテリーを入れないと。マネキンの頭じゃ無理。とりあえずこの辺を探してみるか。やるべきことを確認。おお、いいね。そうだった、このシステムあったなった。マネキンじゃなくてバッテリーね。こんなとこにそんないいマネキンじゃない、バッテリー落ちてるか。あ、いや、そんな都合よくさ、壊れてないさバッテリーが落ちてるわけないと思うんだけど。このボンネットの中怪しくね。恥ずかしがらずに見せてみなって。見せてみろ俺に。あれ、開かない。なるほど、何かを使って。多分テコの原理だろうな。なんか人生でテコの原理っていう言葉使う回数多くない？最近気づいたんだよね、なんか多いなって。でそれだけ一番人間が使ってる原理、テコの原理説、ちょっとこれあると思います。あ、こっちは開きそう。開かないやつはなんかで開けれそうだけど、まあとりあえず探しつつ行こう。あるか？あ、どう？これは使えないな。なるほど、見ただけでわかるんだ。まあ明らか錆びてるもんね。え、絶対ここの中だよ。引く？あ、引いたらいいのか、もしかして。あ、そういうこと。綺麗じゃない？どうよ、いただき。これが本当の掘り出し物。確かに。OK、ゲット。手に持たないスタイルね。危ない危ない危ない。さあ、新しいバッテリーよ車ちゃん。よいしょと。おーおお、危な。下手してたら骨見えてたぞ。よし、オッケー。ガソリン入ってんの？鍵。嘘。そんなうまくいく？あー、くそ。返事書かないで。私の愛情を拒みやがって。とりあえず見た目をきれいにしてやるか。ほう。どうやって。あ、てか、なんかレジェルが来てる。クロエプライス。私ダサくない？絶対そんなことない。君どうした？ママはそう思ってる。今夜家に帰る気になれない。メール見てる？
取ってくるものがあるから家に寄ってくる。終わったら廃材置き場に行くね。また後で。待ってる、うん、これは何かで覆った方が良さそうだ。なるほど。で、錆びた床は？非常口があるのはいいけど、この穴は塞いだ方が良さそうだ。確かに。いらないもんね、非常口なんて。そのとこに死ぬし。トラックにはまだ直す箇所があるはずだ。え？ああ、上か。別の電球をつければいいか。電球と何か覆うものと、かぶせるものか。オッケー。その3つかな。よし。楽しい、この車の修理。お宝探しを続けるか。続けよう。お、なんかありそうだぞ。早速。これ電球代わりになんない？何これ？なになになに、なにこれ、なんか使えんのこれ。使える？置けたりすんのかな、もしかして。わからん。使い道がわからん。あ、歌詞のフィギュア置ける。なんか今ので物語変わるっぽいよ。そう。いてもいいけど、曲は私が決めるからな。ああ。よし。何なんだろうね。なんか関係してくるのかな。これアイテムってさ、一個ずつしか持ってない？持ってんのかな。どこまでが範囲なのかちょっとめっちゃ分かってない。はい、了解です。まだここに異様連盟ね。あ、これで終えそうじゃないか。スクールバス、あ、待てよ。なんか入れる？あ、入れないか、もしかして。あ、電球あった。いいね。使えなさそうだけど、私も使えないからな。使えなさそうなの？あそこには無理？なんか赤いもんね。で、覆うもの、何これ。あー、注射器か。さっき落ちたね。こっから奪ってけないの？警察の張り紙って。あ、いや関係ないわ。マットって書いてあったからさ。あ、なんかありそうな箱があるよ。あ、開けれない。見ることしかできない。なかなかないな。でも一個ずつ持っていくか。でもこれバス絶対関係あると思うんだけど。俺バスってもう宝の山じゃない？見ることができる。もうスクールバスに乗ることもない。それだか。最高だ。こっちの方にあんのかな。奥行けないな。でもパパの車、あ、こっちがパパの車か。あれ別の車だったのか。やべ、勘違いしてたわ。そうだよな、もっとボコボコになってるはずだよな。勘違いしてた。パパの車を俺直そうと思ってたのかと思ったけど。おもちゃのロボット。そろそろトラックに戻ろう。なんで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 。ラジオオンにする。いや、いいよ。なんで電球だけでいいの。わからん。持ってこ。とりあえずまあつけてみるか、これ。ほい。赤色じゃないこれ。やっぱダメだよね。これは何かで覆った方が良さそうだ。何だ？何なんだ？一体。看板とか落ちたけど、看板で床を塞ぐのかな。でもそうならもうこれでもいいと思うけどね、俺は。床に落ちてる。何で覆うんだろう。ボート。
登る。あー、なんかありそう。うん、うん、気をつけてね。あ、ちょっと無理そう。槍でなまったか。いやいやいや、そんな幼い女の子が言うセリフじゃないでしょ。立てかける、なるほど。重い？あ、いけるいけるいける。いいね。気をつけろよ、でもこういうの一番危ないから。え、燃えてる。まだ燃えてるってこと？あ、まだ燃えてるんだ。あの山火事消えてないんだ。バレてもないの？落書きをする？ね、ちょっといいよ、落書きする場合じゃないよ。登る、まだ上に登れるぞ。あ、こっちへ来れる。あ、いや、その上に登れる。これ登る意味はあんのか？山火事やばいね。あ、座っちゃう。レイチェルがこの山火事を起こしたなんて、うん、わざとじゃなかっただろうけど、こうなってもいいって思ってたかも。なるほど。まあ、とりあえずトラック直しを続けよう。なんかあると思ったんだけどな、ボードの上に。ボンネット？いやいや、ちょっと待ってよ。ボンネットに落書きしたらなんか変わってくるの？ゴミの海を旅する船乗りに何を伝えよう。宝の地図、墓地。宝の地図だ。決めた。ワンピースのありか。ラジカルな海賊。謎のトロフィー獲得したぞ。うまいよね、普通に。見る。ここに宝が埋まってないとは言い切れないっしょ。どこだよ、ここ。これ何？もしかしてこのヒントになってる？あ、これヒントになってんな。このここと一緒じゃない？このなんていうの、廃材置き場との地図になってたね。ってことはだよ、この後ろだな。あの地図が指したところはここだ。ここに何かがあるはず。看板？関係ない。うん。え？破れたシートを覆うものが欲しいな。うん、そうそうそう、欲しいんだけど。工具箱。あ、見るだけか。破れたシートを覆うもの？マット見つけました。喜べ、お前をフロアマットに任命する。あ、これ床に敷くんだ。もうあのトイレに変えたらマットを、マットっていうかその椅子を。新しくない？ここに。いいね。やけにあの歌手のフィギュア映り込んでくるけど、絶対なんか関係してるよね。あとは、あとはだよ。
この裏側怪しい。でもなんかありそう。みんななら何で覆う？俺ブルーシートか何かかなって思ったんですけど、違うのかな。まだここにいよう。はい、ごめんなさい。まだここにいよう連盟。こっちじゃないか。じゃあ結構ね、ライフイズストレンジ親切だから、近くまで行ったらもう文字で出るはずなんだよ。俺がもしかして見落とした説？見落としたのか。看板関係ないもんね。ビーチタオル？もしかして。うわ、マジか。シートにかぶせるか。きっとぴったりだ。なんか俺、こんなとこにビーチタオルあるのおかしくねって言おうとしたんだよね、さっき。一番初めに。そこだったか。よし。なんかおしゃれなビーチタオルだから、結構良くなるんじゃない？ OK。いいじゃん。おしゃん。錆びたショッピングカートみたい。きっと走り方も。今後走ることがあればの話だけど。錆びたショッピングカートか。でも走ったら最高だ。もう一回エンジンかけてみようぜ。お。電話。もしもし。いや、フランクだ。ああ、フランクか。どうした？いや、お前がどうしてるか気になって。マジで？嘘だバカ。話したいことがある。どっかで会えるか。話って？なんだ、薬か。プライス。町の北の廃品置き場にいる。廃品置き場？そりゃいい、すぐ行く。ああ、で、フランク。電話壊した方がいい。何かやばいこと。何かやばいこと？話ってやばいことじゃないよね。さあな、心当たりがあんのか。おい、絶対山火事のことだ。何もしてないはず。後でよ。フランクいいやつだからね。一仕事の後の一服だ。うん。車内トーンにしてみるか一回。今流行りの走る水槽を知らない？遅れてる。やめとこ。フラクション。タバコ吸いたくなくない？こんな中でさあ、開けてみるかここ。なんかある。おお。あ、なんだこれ。なんか出てきたの？帽子じゃないか。いいもらった。なんだ今の。帽子かな。OK。 タバコ吸う。落書きしとくか。第一印象は大事だよな。うん。ミステリー、ほら。ミステリーかな、やっぱり。ミステリーな車にしようぜ。やべえ、このパート落書きしかしてねえよ。あ、そのマーク見通す目。そのマーク書いちゃうんだ。これなんかタバコ吸わなきゃいけないパターンかな。びっくりした。突然歌い出したのかと思った。
trust them better than you. You have buried childish qualities from make sense of me, friend. Make sense of me. I have many distractions. 今絶対俺に喋んなって思った人いるでしょ。でもこれはPV じゃないからね、ミュージックビデオでも僕の実況動画だ。だから俺は喋る。話ってなんだろうね、マジで。お、なんだなんだ、ね、ずっと寝てたのか。なんか変な世界だぞ。動いてんぞ。うん、どうなってんだ。なんかピンクいね。あ、燃えてる。え、山火事が迫ってきてる。パパ？パパ？マシュマロ焼いてんね。小枝。小枝ってレベルじゃねえ。マシュマロ。マシュマロこうやって焼くのって美味しいのかな。結構海外のこういうキャンプとかだとやってんのかな。やっぱり不思議な世界。綺麗だな、目を離せない。え？うん。クロエだって火は好きなんだろう。むしろ、まあ、魅了されてその危うさに気づいていない。危うさ？火は暗闇と似て目をくらませる、うん、だが暗闇には何もない、空っぽだ。火には何があるの？美だよ。美？確かに美しい。お。だが時にはそれにも勝る美があるんだ。夜空。すごい。火は嫉妬深い。美を独り占めしたいんだ。だから気をつけろ。何に気をつけるの？うん。何何何？やけどだよ。怖い怖い怖い、ホラーじゃん。っていう夢だよね。怖いね。火に気をつけろか。
やばいやばいやばい。寝た箱は危ないって教わらなかった？火事になるよ。火は危険っておっしゃられたばかなの。そん中で。で、私は乗せてくれないの？どうしようかな。いや、もちろんだ。あんたみたいな怪しい人は大歓迎だ。ありがとう。何持ってきたの？へえ、ずいぶん頑張ったじゃん。大したことない、ガラクタを集めただけ。虹色タオル？怪しい赤のライト？うーわ、出た。全能の目だ。秘密結社を味方につけとけば、いざって時に役に立つだろ。さすがだね、クロエ。すごいよ、脱出用の車を見つけてくれたなんて。脱出？街を出るためのってこと？これ、そんなつもりじゃなかったんだけど。おじけづいたの？昨日はもう未練はないって感じだったのに。ないよ、多分。多分？というか、そもそもこれ動かないし、金だってないだろう。確かに。そんなのなんとかなる。絶対大丈夫。急がなくてもいいんだし。そうだな、学校もないし。校長のやつ、マジでひどかったよね。本当に退学にするなんて。まあ、遅かれ早かれこうなってたよ。学校にとって損失だよ。私のことかばってくれてすごく嬉しかった。いや、そっちだってかばってくれたじゃん、うん、失敗したけどね。嘘だってバレちゃった。校長は信じたくなかっただけかも。でも私たちが本当にやったことはバレなかった。やばいことになってるね。なってるね。私たち、確かにお前がやったんだぞ、レイチェル。一人であの火事は。私の記憶が正しければ放火魔はそっちなんだけど。マジで一体何考えてたんだ。イラついてて公園ごと燃やすつもりはなかったよ。でもクロエも宝女より共犯者の方が箔がつくって。ケンジの娘とは思えない発言だ。いいよ、共犯で。あらら、デイビッドのクソ野郎と住むくらいなら刑務所に行った方がマシかな。あいつうちに引っ越すってさ。それって最悪じゃん、かわいそうに。カウンセリングが必要だね、二人とも。はい、クロエからね、悩みを話してごらん。なに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 。先生、ママと付き合ってるヒゲ野郎がいて、そいつが引っ越してくるって言ってる。どうしたらいい？うん、難しいですね。できることはないかもしれない。じゃあ何のための相談だよ。引っ越しは止められなくても反撃できないわけじゃない。戦いはこれから。なる。敵には新しいあだ名が必要だ。何がいい？クソ親父、ハゲ親父、ダメ親父。クソ親父で。クソ親父っていいよ。クソで親父で親父ずらしてくるし、ぴったりだ。いいね。
じゃあさ、タコオヤジはどう？却下で。なんでタコオヤジ？毎晩ママに吸い付いてるから。キモ。そのままくっついて離れなくなるかもよ。これのどこがカウンセリング？これはショック療法って言ってね、賛否があるの。家事。みんなが憧れる子と友達になったんだけど、昨日とんでもないことをやらかした。どうしたらいい？そのおそらくとんでもない美人であろう友達は新たな出会いに刺激されたのでしょう。お友達は、その美人のお友達は、教えてくれる相手が欲しかったのです。望遠鏡の壊し方を？好きに生きる方法を。だってその子は気を使うことに疲れていたから。それはわかるな。そっちの番。なんか意外とすっきりしたよ。ありがとう。クロエの心理を探るいい機会だったよ。じゃあ交代。アルカディアベイ一の人出なしを父親に持つのはどんな気分？最悪。きつすぎ？ごめん、私空気読むの苦手で。ただ、なんだろう。何か他の話しない？ああ。イチャついてんね。トラック。今日トラックを直したんだ。得意なことなんて私には必要ないって思ってたけど、この調子なら車泥棒になれる日も近い。さすがクロエだね。それだけ？演技ばかりしてると、望まれている自分を演じていると、そのうち本当の自分を失うことってあると思う？レイチェルは違うだろ。私じゃなくて、パパはどこにも存在してない。校長室で見たでしょ、何もかもが芝居。私の人生まで全部嘘なんじゃないかって気がしてくる。でもあれがパパなの。私もああなっちゃうの。そうはさせない。本当のレイチェルを受け入れてくれて、必要な時は叱ってくれる人がいればいいんだよ。そんな人がいたら教えて。ここにいるだろってね。やばい、劇の時間だ。ドラマは現実で十分なのに。頑張れよ。本番前の役者に頑張れって演技が悪い。頑張れって言って何が悪いんだよ。足を折れって言うの。バカみたい。ねえ、よかったらさ、劇が終わった後何かしない？おっと、二人だけで。なんかやばいこと？もちろん。乗った。いいね。おい、バッグは？あげる。あげる？逃亡生活用の救援物資。じゃあね、クロエ。おい、やばいもん詰まってんじゃないだろうな。いや、レイチェルはマジやばいやつだからな、絶対。おお、めっちゃコントローラー震える。雰囲気あるね。ここに住もう。あれ、これ本編にも出てこなかったっけな。本編出てきたよ、なんか秘密基地とか言って。レイチェルのバッグを開けてみるか。
オッケー、じゃあその開ける前に今日終わりたいと思います。次回また続きをプレイしていこうと思います。いや、いいとこで終わったね。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価載せてね。ではポッキーでした。じゃあバイバイ。